クニオです、えー、と4月の本日はまあこのもう4日成り立てなんで何をしたいかというともうちょっと熱冷めませんね井上レイジュースジュース加入スペシャルーそれと対2対2新体制というのが、えー、と今のね、えー、ところ最新情報でハローなっててまあドドッと見ましたけども。 ちょっと思うところと申しますか、えーと。気になるところなんていうのをここで、えー、とピンポイントピックアップし、まあ、解説っつう感じですかね、えーと。補足、疑問、いろんなもんちょっと入れていきたいと思ってますんで、もしお時間あって、もうしょうがねえな、フライデーナイト、土曜日、サタデー、付き合ってやっかと思ったら、えー、と多分そこそこ同じ気持ち共有できるかもしれないんで、お付き合いお願いします。じゃあ行きましょう、早速。 えっとねこれはやっぱ「井上レイジュースジュース加入スペシャルからいきましょうよ。これ僕15分30分遅れぐらいかなでちょっと見ましていやー俺知ったことが大きくこの日知ったこと2つあったんですねこの日というかあこういう流れだったんだなっていうレイ,レイが金沢智子から聞,聞いたのが智子から聞いたのが3月31日なんだっていうことね。 俺もうちょい前から伏線あってなんか伝えてんのかなと思ったらおーす,すげえことすんなと思いましたまあまあそりゃそりゃ仮に卒業以降合流だよねって話ですねでまあまずこれ一つと、うん、あとお俺意外だったなと思ったんだけど、まあ、レイレイ自身が、うん、まあ意外でもないかあのレイレイ自身がすごく、まあ、謙虚なゆえだろうけど 最後挨拶で、まあ、なんていうかな、マイナスにならないように、むしろプラスになるようにみたいな、ジュースジュースに対してですよね。そういうコメントで締めてるんですよ。まあ、これ見てもらえば分かるんで、リンク貼っときますけど、あのね、ジュースジュースですらメンバー謙虚なのに、さらに下をいく謙虚さというんですか。これ、謙虚さが上をいくって言ったらいいのはね、どっちか分かんないですけど。 さすがですよこれどうしますこれねジュースジュースもレイレイもう外国行ったら両方通用しないもう <laughs> あーもうすげえ日,日本女子の軍団いいねいいああもう大好きうん止まっちゃいそうだ <laughs> いやもうさすがって感じでした でそれで、まあ、進めましょうもう一個ね俺ねやっぱここ、うん、思ったんだけどあの先輩になるわけですよねで先輩になる具体的な例って言ったら2人なんだけどやっぱタコと虾不ンになりますよでこのタコに関しては俺最初友子がちょっと発表しようとした時にハッと泣いたわけですよ俺あれは友子が辞めるっていうんじゃないかと思ってる涙だと思った。 だって俺,俺がタコだったら同じだもん。でそれであ違ったっていう安ドでハッとなんかしてるようなやっぱ彼女の感受性とかもうなんかいいっすね。あの,あの子はいけるでじゃあ薮蔵がダメってわけじゃないですよ。ヤ薮蔵はなんかもう最初からちょっと KY なことやっててなんか微妙なんですよ。もうすごく微妙なんですよ。 だけど結果,結果的になん,かなんかコメントも嘘くさいししょうがないんだけどあれー線なんすよ、ね、もうヤフーゾは前からちょっとまーちゃん路線影響受けてんな受けてんなと思ったけどここに来てその路線もうワンランク上げてきてるのがなんかおし心配だけどまあハローの伝統そこそこ行ったかっていうことっすね。 ままあまあだから2人ともキャラクターとしてはちゃんと確立できていて着々とジュースジュースの中にそれを浸透させるって雰囲気でしたあとはまあさゆきがあのー、タイムリピート以来のドンマイ入ったっていう <laughs> それ誰も分かってないかな仮に途中でさなんかレイレイと一緒になんていうの活動期間ないみたいなことでしょぼーんみたいな時に一瞬間のドンマイ入ってるうん まああれもサービス精神でしょ佐伯さんは気が利いてますからまあそんなこと思ったなうんでまあまああとはゲームしてなんていうね佐伯のコメントあったっすけど、まあ、人狼を入れる気なんすかねあのなんか14人人狼みたいのやってた時にレイレイ確か入ってないはずなんでとも子と佐伯がもうよっしゃーみたいな顔して <laughs> 入ってるのを見たんでちょっとこれでレイレイ性格は悪くなんなきゃいいないみたいなことを思いましたけど。 まあ大丈夫でしょうまあそういう感じで見てました。で福ちゃんとかもねなんか役者っすねもう全然何にもないように淡々と当たり障りないことを聞いていきそしてレイレイが自分自身っていうところと見つめながらで言っててやっぱり印象的だったのはとも子に「驚いた?」みたいに聞かれた時に「いやまあまあまあ想像はしてたしファンの皆さんからも言われてたんで」なんてね。 ファンの皆さんまあまあ、うん、しょうがねえけどフ真 <laughs> に受けるんですよかわいいっすねそういうとこもねうんレイレイはファンの皆さんと大人になっていく旅の途中ってことっすねなそんなこと思いましたじゃあま,あまあこれがまず一つえっ、ー、と井上レイジュースジュース加入スペシャルなんかを見ていて思ったことを一括りしましたで問題はもう一個 新体制どうすかこれ。<laughs> 文句言わないよ。で稲葉真中ゲストで後半ねあの米村きららちゃん特集的な感じになっててちょっとねなんかあのそわそわしながら見てましたけどまあ1回目ですからねあの加藤紀子誠ロス。 軽軽く軽く訪れてますで彼女彼らも最初の時によっしゃーってなったかって言ったらまあじわじわだったですからおでも思ったのはもうこれ「タイニータイン」って名前変えた方がいいじゃなかってぐらい全然違うやつになってましたよね。セットから構成から何から。でなんかちょっと稲葉真中の「ワンヒストリー振り返り」でも映像とか活動ありきで。 ここういうところはいいいととろはかなと思ったんですよもやっぱ卓井さんほらロックンローラーだからなんか一個ずつがなんかなん言うのインタビュアーってよりちょっと矢沢入ってくるっていうかね矢沢ならこうだよみたいなの入ってくるとこあってこの面白さがもうちょっとしたらもっと出てくるでしょうけどなんかハッとしましたね。まあ、まああももう一人先生の方も あの様子見ながら、うん、だけどまあ若い時昔のミツバチ昔これどうなんですかねもう人間が丸くなってきてますよねなので今の MC のところと過去に言ったところのキャラが合わなくなってきてる感じこれは受けましたよでそこは今後の楽しみにもなるしあだけども過去に3年ぐらい見てきたタ「タイニータイニー」は ななくなったんだあとまあ真中のねあのなんかああいうところでも対応適応能力っていうのはまあこれもジュースの中にいるわけだから改めてすげえなと思いましたねなんかどこでも可愛くなんくキャラクター作っていけるっていうところだと思いますじゃあまあまあこれは「新体制対二対二絵ということでした。 じゃあ,まあこの今日はこの動画の最後というのはどういうふうにお届けしたいかと言いますと少しだけジュースジュースという体勢の中で入っていくレイレイっていうのが見えてきたところがあったのでそれを最後まとめて、えーまあ、今日はということにしたいと思います。えー、っとねチーム構成バランスとしてのところでは、まあ、メンバーも感じとしてやっぱりかりんとの入れ替えっていうような雰囲気を受けている、まあ、当然だと思いますね。 とも子とレイレイの話し方とかのバランスが、まあ、これが見どころなんですけどやっぱり僕は当初言ったようにこれ理由2つ1つはやっぱり声のトーンと間のトーンと扱われ方がちょっと入った時の「用意どん」の時のとも子となんか似てる雰囲気するの、うんのちょっと こことだけどねまあ、これが1つでもう一つは、えー、っと結果的にチームの構造があるじゃないですかで似てるじゃなくて構造上でもこれとも子に入った時と似てるのやっぱりかりんとさゆきですよねまあありむるじゃないかと思うかもしれないけど、まあ、その辺どうなんだろうねウエムで大いやウエムじゃないごめんルルで代用なのかわかんないけどそのようなじゃあまあこうしようルルと ヤフゾーとタコちゃんでここをいる中でのトモ子のそわそわ感みたいなところで結果的にこのかりんさゆき上村でいっか、ね、そういうところを隣に置きながらどこポジション目指していくのかみたいなの探りながら大人の言ったことを1個ずつこなしていって今のトモ子になってるような,なんかねこういうの見えちゃった俺浮かんじゃった。 ちょっっと買ってか <laughs> でもまあ今日はその「イノベレージュースジュース加入スペシャル」と「タイニータイニー」見ていてまあマナカンも見ていてねなんかそういうふうにちょっと思ったんでこれお届けしていこうかななんて思いましたじゃあまあフライデーナイトサタデーモーニングサンデーの見る方もいらっしゃるんですかねまそんな形ですけどもちょっとまあ 非常に4月のスタートはジュースジュース面白い1ヶ月始まってんなっていう感じだったのでまあこんな感じでお届けしておりますまたまあコメント欄とかあとチャンネル登録の方もしよろしければご協力いただければちょっと頑張っていこうと思ってますんでお付き合いくださいお願いしますじゃあそんな感じで良い一日週末をまたね